一緒に大変。カフェラテこぼしました。ちっちゃ。おはようございます、皆さん。昨日は何も言わず配信ができなくてすみません。おはよう。埋もれてる。おはようございます。あ、もう長くなるかな、これ。ね、声止まらないんですよね。待って、これを飲み切って、良い。はよう。ちょっとコメント見えんくなったけど、でも全て見えんわけじゃない。なんかちょっと見えん。こうしたら見えます。こうしたら半分あれになります。スプラッシュ、アホイナイナのスプラッシュ。ジョジョレート人間とそれは一つじゃないね。雨が強いわけですか？本当？だよ。10分にはね終わるんでね、お願いします。
これめっちゃいい匂い、ディオールのホーリーピオニー。なんかさ、香水今までなんかバニラの香りとかそういう系ね、よく使ってたんですけど、なんかさ、アイドル活動っていうかステージとか立つときはさ、なんか明るいっていうか華やかなさやつがいいよね。おはようございます。華やかな方が匂いがね、香りがなんか自分も華やかな人になった気分になるから。そう、皆さん昨日発表があったんですけど、なんとなんと恋ラジの水曜日レギュラーに選んでいただきました。イエイ、ございます。そうなんです。まあね、自分もいろいろ疑問はあったんです。なんで私なんだろうっていう疑問はあったんですけど、ふーちゃんがなんか道とかいいんじゃないですかって言ってくれたらしくて、そう、あとなんか舞花のみんなはねとかじゃないのかなっても思ったんですけど、まあなんかみんな忙しいらしく、そう、私がやらせていただくことになりました。ありがとうございます。おはよう。ここだと思ってたね、多分大学受験とかで忙しいからかな。水曜は喋れる人枠のイメージ。そうなんですか。あ、でもなんか言ってた、ふーちゃんが結構喋れる人だし、なんかラジオ向きの声、すごく綺麗な声をしてたから、なんか綺麗な声してるしトークも上手だから、ふーちゃんには結構回しの役目としてあのやってもらってたけど、まあでもそれは人によってスタイルは変えていけるから大丈夫だよって言われました。でもその調子なら大丈夫そうなんかそう、もうね、ジングルとかをね取りに行かせてもらったんですけど、そう、その時に、うん、嬉しいです。でもラジオ好きなので本当に。おはよう。私は大丈夫です。流す曲を決められたらね、嬉しい。あのジングルは STU48 のチリメンパーティーみたいなやつ、なんかなんて言ったらいいんだ、次のコーナー紹介みたいな、そうそう、そういうやつですね。 NHK さんラジオでも番組でもレギュラー持っちゃった、すごくないですか。ありがとう、頑張るよ。はよ。でも私も結構ラジオ聞く人で、まあ、結構でもないかもしれないんですけど、
で、なんかラジオからなんか新しい音楽に出会えることが多いから、自分がその自分の好きな楽曲と他の誰かのところの元への架け橋になれるっていうのがめっちゃ嬉しいです。私の好きな曲を広めてその曲に出会う方がたくさんいるっていうことになるなんてすごくない、素敵じゃないですか。大変ごめん、充電がないんですよね。なんか遅かった、線がちょっと悪くて。そう、嬉しい。今まで以上にラジオも音楽もいっぱい聴かなきゃ。そう、でも私も声褒めていただいて、ラジオ向いてるって言っていただけたんですよ。嬉しい。まあショールームで声にちょっと定評があるのでね。ヒッピーさんと一緒に水曜日を盛り上げていきたいと思います。トロブさんからもらったバケハ、今日はお仕事です。ね、このマスクさ、なんかちょっと私似合わないかな、なんかカラスに見えるんですよね自分が。でかいのかな、ちょっとなんかね、なんか難しいんですよね、このマスク。こうかな、こうか、広げすぎとったんかな自分が。こうじゃない、これね、口がねつかないんですよ。だから息しやすいし、そのメイクもつきにくいの。今日はトロブさんからもらった
お帽子に。UV カットのメガネに。これはね、薬局っていうか、私は南区の夢タウンで買いました。これね、これでもね、いろんなやつがあります。口楽マスク、いろんなやつあるんですよ。これ、ここの、ここ